ポーリンマスターズは19世紀後半のオランダ人女性でギネスワールドレコーズが認定したこれまでに記録された世界で最も背の低い成人女性である。彼女の身長は1フィート11.2インチだった。ポーリンマスターズは1876年2月26日に北ブラバント州のオシセンドレッチとという村で生まれた。出生時の身長は12インチだったが、 成人になっても身長はその倍に達することはなかった。9歳の時の体重はわずかに3ポンドだった。幼い頃から工業に出演していた彼女はダンスやアクロバットなどを巧みにこなすようになった。最初は非常に小柄なマスターズの姿に共嘆していた監修たちは彼女の披露する芸に魅了され、プリンセス。 ポーリナの通称で知られるようになった。また彼女は穏やかで優しい性格と礼節の持ち主と評された。9年間にわたってベルギー、ドイツ、フランスやイギリスなどの主だった都市を巡演した後、1894年に工業士の招きでアメリカ合衆国に渡航した。その年の大晦日にはニューヨークのプロクター劇場でアメリカデビューを果たし、 愛らしさと優美な芸風で芝叩く間に、ニューヨーク中の人々のお気に入りとなった。しかし、翌年3月1日に、肺炎と髄膜炎を併発して、ニューヨークで死去した。マスターズは、1フィート11.2インチの身長に、対して体重は8ポンド半だった。彼女が死去した時には、6人の姉妹と2人の兄弟が、存命していた。メートル法で詳細に換算すると、 58.928センチメートルとなる。1997年までは独立した基礎自治体だったが、現在はウーンスドレヒトの一部となっている。ありがとうございます。